何か必要になったらいつでもいらっしゃい。ここが旧校舎。材料を落とすのはロアビーストってモンスターだったよね。うん、早く探そう。
ンちゃんが言ってたモンスター。僕たちだけで勝てるのかな。あんなの大したことないって。ほら行くよ。ちょっと待って、まだ心の準備が。うりゃうりゃうりゃあ、ニケちゃんってば。アトリエに戻ろうか。不吉なこと言わないでよ。ごめん。おお、思ったより早かったな。先輩、怪我してるんですか？名誉の負傷というやつだ。その様子だとうまくいったようだな。へ
バッチリ。当然だな。あの程度の敵に勝てんようなやつは俺様のアトリエには必要ない。ねえねえ、早く調合しようよ。調合。あ、うん、そうだね。失敗したら材料から取り直したぞ。それは大丈夫、私を信じてね。ちょっと火が強すぎじゃない？え？そうかな？ベン君、調節してくれる？うん、やってみる。ありがとう。あとはこれを入れて。まあ、ちゃんと測って入れた方が。いいの。こういうのはフィーリングが大事なんだから。フィーリングって。あとは煮込めば完成だけど、せっかくだし、何か隠し味を入れてみようかな。おー、なんか面白そう。普通に作った方が。確かに普通のものを作ってもつまらんな。やれ、フィロ。はーい。それじゃあ、私特製の秘密の粉薬を入れてみます。大丈夫なの？もうすぐ完成だよ。ドキドキ。できた。成功したの？やった。これは品質も悪くないな。見事なものだな。へへー、珍しくうまくいったみたい。珍しく？なんでもない。空耳だよ、空耳。よかった、本当によかった。相変わらず騒がしいですね。今度は何をやらかしたんですか？おお、女子、相変わらずいいタイミングだな。その呼び方はやめなさいと。まあいいでしょう、約束は覚えていますね。ピロ、見せてやれ。教頭先生、これ私たちの作ったミクロ布です。おや、できたのですか？どれどれ、本当にあなたたちだけで作ったのですか？無論だ。しかも俺様は一切手を貸していないぞ。あなたが手を貸していたらこうはならなかったでしょうね。そう褒めるな、照れるではないか。一つも褒めていませんよ。あなたたち。あ、はい。これに気をよくせず、今後も勉強に励むように。目の前に反面教師がいるのも悪くないかもしれません。あの、それじゃ僕たちここを使っても？約束ですからね、認めないわけにもいかないでしょう。ヒロとニケが頑張ってくれたから。よくやったぞお前たち、早速祝杯だ。わっ、くんちゃんのおごり。うん、活躍した者には十分に報いなくてはな。先輩太っ腹。ベイン・アウレオルス、やはりテオフラトゥースの。こうして僕たちは同じアトリエで一緒に勉強することになった。グンナル先輩とフィロとニケと、そして僕と、ドタバタの連続で
入学直後の不安もすっかり忘れてた。でも楽しかったな。これからもこんな毎日が続くんだろうか。黒猫？まだ赤ん坊じゃないか。おい、親は？飼い主は？もしかして捨てられたのか？一人旅も退屈だしな。どうだ、一緒に行かないか？そうか、それじゃあ名前をつけてやらないとな。よし、サルファ。お前は今日からサルファだ。あとここにヤドクタケを加えてと。これで完成？うん、10分くらい煮込まないといけないけど。色が地味じゃない？フィロ特製謎の赤い液体を入れたらきっと綺麗に。ダメだよ、ちゃんと教科書通りに作らないと。つまんないの、ペイン君真面目なんだから。そんなこと言われても。ごめん遅くなっちゃった。ねえねえ、聞いて聞いて。どうしたの？今日ね、うちのクラスに転入生が来たの。へえ、珍しいね、こんな時期に。あれはきっと訳ありね。怪しい匂いがプンプンしてたわ。どんな人なんだろう。確かに気になるな。あ、急に出てこないでください。俺様の気配を感じ取れないようではまだまだだな。それよりその転校生とやらの話を聞かせてみる。うん、ロクシスって言ってね、ローゼンクライツ家っていう名門の一族なんだって。ローゼンクライツ、聞いたことあるよ。何百年も前から錬金術の研究をしている家系だよね。そう、それこの間までは普通の学校に通ってたみたい。性格は一言で言うと嫌なやつっぽかったかな。名門に生まれた嫌なやつ、面白い。行くぞペイン。行くってどこへですか？その転校生のところだ。よそのアトリエに捕らえてはかなわんからな。こわー、また仲間が増えるんですね。グズグズするな。さあ、あ、ちょっとまだ調合の途中で。いってらっしゃい。